こんにちは、リデルです。今回は、先日ナースカスタムという企画をやったんですけど、そこでサバイバーがやっていた細かな読み合いだったりとかケース方法っていうのを紹介していこうと思います。実際に勉強になることが、たくさんあると思うので、ぜひ最後まで見てくれたら嬉しいです。実際にですね、映像を見ながら解説していくのでよろしくお願いいたします。ということで、早速見ていきましょう。亀太郎さあ、スクーバ吐かしたんでここ置いたいですね。さすがに。さあ1台上がっていく。早い、うまい。リターン2と見せかけてしない、うまい。これ見ました、今のめちゃくちゃうまいだ。やっぱT さん、ね、しっかり最後まで見てましたね、今ブリンクを。いや、これしなやか使われるぞ、これ。しなやかで離れて、いや飛ぶけど、これはさすがに加速している。さあここは左上で引っ張って、うまい。いや飛べないよな、そのブリンク。さあここで2ブリ使わせるんじゃないか。いや1ブリ、さすがに1ブリで切られて、これは絶望的か、もう。いやー、うまい。うますぎる。うまいですね。これ誰なんでしょうかね、このサバイバーは。さあ通電していく。いけないんだよね、っていうのも読んでのデッドアートだね。うますぎだろ。これはまっすぐ走ってブリンクを稼ぎ、あ、うまい。イーサーうまいね、今の。ちょっとでも時間稼いでるね、ブリンクまで。あー、やばい。さあ1ブリ、これしなやか使えるぞ、その向きだと。しなやか使って読んで読んで、あ、惜しい。しなやかのブースターが残ってるんで、一旦倒すか。倒さない。さあ A さん右下でチェイスしていく。うまいね、離れるタイミングが。うわ、うまっ。待って、 A さんめちゃくちゃうまいぞ、今の見た。これまた後日解説入れます。めちゃくちゃうまいな、チェイス。これ、ヤークだぞ、相手。うまい！
いいね、いい決め打ちだね。さあ B さんチェイス、うまい、うまい。オフレコっぽいぞ。さあオフレコだ。うわー、これはうまい。オフレコをうまく活用してるね、今のは。あのちっちゃく回るのは。さあ2台目はついていく。こっから発電機ゼロスタートかな。さあまずはオフレコで一発カバー入って、そのまま小屋に向かってるね。ダウン場所も選びつつチェイスしていく感じだね。さあリターンうますぎる。リターンしないんよな、本当うまいわ。マジでうまいわこれね、マジでうまい。このチェイスはもう本当に全員真似した方がいい。あ、誰でもできるっていうか、あの簡単にできるから、あれに関しては。うわ惜しい。右下でまず D さんが追われるか。さあ D さん追われる。さあこういう床振りでリターン4段が、うまい。あーでもうまい、今の見た、一瞬止まって攻撃に誘ってたの今。さあうまいね、もう上がってるからね、ボルテージは。もうお互いにでもサバイバーがもう完全体になってるからさ、しなやかからの、あー当たんない、まっすぐ走ってく。これもリターン読みで手前に飛ぶ読みだね。窓越えて、うまいな、窓越えて乗ってる、ノリノリだな。さあ板倒して進路方向を塞いで、さあ右下に離れていく。斜め走りしてるね。あ、これ抜いて、うまいね。どっち狙うか迷わしたね今ね、完全に。うますぎる。もうトンネルだ、もうストライクがないんでね。これはいやうまいね、迅速をうまく使って距離を離していく。 4.4 族ですからねこの間。うわそう離れる、うわそれ読めんな、うまい、うますぎる。それ読めんな。で窓飛ぶんでしょそれ、しなやかで。えぐー、うわカバー入ってる間にしなやかで距離離すってこと。Thank you.
さあ見つかっていく。やばい、これもリターンする読みでまっすぐ走って荒ぶってる。でこれ感染場面、感染画面だとギリギリ当たってないように見えるんですけど、割とね当たんない余裕があるんですよね。これさあ、これはあえてまっすぐ走る。いやうますぎる。で窓飛んで B 選手またチェイスですね。ファーストヒートを当てていく。いや無駄がない。今のは1ブリしか溜まってないの分かってるから板スタン狙いに行きましたね。切られたとしてもブリンクための時間かかるんで次。うめえな。